FM 大阪 Live Music Special Week 2021 Winter FM 大阪ラフ&ミュージックラジオあげない冬スペシャル。FM 大阪お聞きの皆さん、こんばんは。 INI の尾崎匠です。ラフ&ミュージックラジオ INI 2 Day スペシャル。昨日今日と INI 大阪出身の尾崎匠、そして後藤健、佐野雄大の3人がいろんな時間帯に出演してお話しさせていただいています。はい、ということで今日は12月19日ということなんですけど、もう少しでクリスマスがやってきますね。もう少しでもないけど、クリスマスといえば皆さんは何を思い浮かべますか？それこそイルミネーションとか、クリスマスパーティーとかね、ツリーとかサンタさんとかいろいろあると思うんですけど、僕はですね、クリスマスソングってあるじゃないですか。クリスマスのソングだから、そのやっぱ冬に聴く曲ってこう特別感があって、それこそまだ INI にはまだその曲まだデビューしたばっかなんでないんですけど、これからねこうクリスマスになって、こうクリスマス皆さんのこうお手伝い、クリスマスをこう色鮮やかにできるような曲が作れたらなって思ってるので、ぜひ僕たちのクリスマスソングができた時はたくさん聴いて、わかんないです、友達とか過ごす人とか、それこそ恋人とか過ごす人とかもいるかもしれないんですけど、その時にこう僕たちの曲を流していい雰囲気にしていただけれたら、僕たちはアーティストとしてはめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、ということでなんですけど、はい、今回のプレゼントは僕たち INI デビューシングル A のサイン入りを3名の方にプレゼントいたします。毎回キーワードを発表しています。キーワードを全部集めて応募してください。エントリーは FM 大阪のホームページリクエストからです。この時間のキーワードはクリスマス。はい、まあ、先ほど話した通りなんですけど、クリスマスソング、皆さんのねおすすめとかも多分あると思うんですけど、ぜひぜひ教えてほしいので、たくさんどっかに送ってください。僕もそれ見てちょっとクリスマスたくさん曲聴こうと思います。はい、ということなんですけど、あ、そうだ、自分が聴くクリスマスソングはそれこそバックナンバーさんのクリスマスソングをよく聴いてるし歌ったりします。自分で一人でカラオケ行くときとか、あの曲はなんかいいっすよね。バックナンバーさんってすごいっすよ、マジで。なんでよ、なんか切なく、あの曲たちがこう切なく聞こえるのも声がすごいからだと思うし、なんか自分もめちゃくちゃ超えてた。次 INI が登場するのはこの後夜10時55分です。25分後ですよ。 INI の尾崎匠でした。Winter FM 大阪ラフ&ミュージックラジオあげない冬スペシャル。FM 大阪をお聞きの皆さん、こんばんは。 INI の後藤健です。ラフ&ミュージックラジオ INI 2 Day スペシャル。昨日京都 INI 大阪出身の尾崎匠、そして後藤健、佐野雄大の3人がいろんな時間帯に出演してお話をさせていただいています。だいたいこの時間は僕はストレッチをしていると思います。このお風呂を上がってそのストレッチをしていますね。特に最近しているストレッチは開脚をよくやっています。なんか
足をバーって広げて、でもう早く着きたいんですよね。足180度ガッて開けれるようになりたいんですよね。でね、今年末までになんかでそれをするっていうのを目標でちょっとやっていて、でなんか最近雄大もなんかそれをやっているらしくて、ちょっとどっちが早く着くかと、なんか早く180度開けるようになるかっていうのを競っていますね。まあ僕はまあなんでそれをしているかっていうと、そのまあ某格闘漫画の最強親父に、あの人に憧れていて、まあ両端に椅子を置いてそこに足を乗せて180度開けてこう腕を組んでっていうのをしたいだけのために開脚をしています。本当に大した理由じゃないんですけど、なんかまあ一つ小さい目標を持ってね生活することは大事だと思うんで、まあそれは毎日やっていますね。はい。そしてプレゼントは僕たち INI デビューシングル A サイン入りを3名の方にプレゼントします。毎回キーワードを発表しています。キーワードを全部集めて応募してみてください。エントリーは FM 大阪のホームページから、リクエストできます。この時間のキーワードは ストレッチです。まあ本当にもうさっき言った通り、僕が今ストレッチをよくしているので、まあ、ストレッチにさせていただきました。はい。なんか体柔らかくなると多分血行とかも良くなって、なんかちょっとでも足が細くなるかなって思いながら、そうまあなってほしいと信じて、なんかなるだろうと信じてやっています。ぜひ皆さんもやってみてくださいね。次 INI が登場するのはこの後夜23時55分です。日付が変わる直前です。はい、聞いてくださいね。 INI の後藤武でした。バイバーイ。Winter FM 大阪ラフ&ミュージックラジオアゲナイミュージックシャル。FM 大阪をお聞きの皆さん、こんばんは。 INI の佐野雄大です。ラフ&ミュージックラジオ INI 2 Day スペシャル。昨日京都 INI 大阪出身の尾崎匠、そして後藤健、佐野雄大の3人がいろんな時間帯に出演してお話をさせていただいています。だいたい僕はこの時間何してるかと言いますと、僕はだいたいそろそろ寝る準備と私服の時間をかけて部屋の電気を消して間接照明をちょっとつけてベッドに横になりながら多分漫画を読んでるんですよ。この時間を本当にこの時間めっちゃ幸せなんですけど、なんかどんどん読んでたら眠くなってきて、でなんか睡眠効果もめっちゃ上がるんですよ。なんか夢見てる時ってなんか睡眠浅いみたいな言うじゃないですか。漫画読んで寝てた時本当に何も覚えてないくらい朝なんか何も無の状態で目覚めるんですよ。だから多分めっちゃ眠れてるやろなと思って、しかもなんか面白い漫画とかあったらまあなんか高見とかによくこれめっちゃ面白かったでって言うんですけど、彼全然僕のおすすめしたやつ読んでくれないんですけど、でも僕はめげずにいっぱい読んでるんですけど、はい、おすすめしてます。だから高見がいつかたくさん読んでくれると嬉しいなはい、今回もプレゼントがあります。僕たち INI のデビューシングル A のサイン入りを3名の方にプレゼントいたします。ゲットしてみてください。毎回キーワードを発表していますが、これで最後のキーワード発表となります。残念ですね。エントリーは FM 大阪のホームページリクエストから応募してみてください。そして最後のキーワードはじゃか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 
あ、冬です。冬、冬ですね。はい、冬にした理由はですね、僕冬、季節の中で一番好きな季節が冬なんですよ。まあ、どっかで秋って言ったかもしれないですけど、変わりました冬になりました。なんか冬最近なんかめっちゃ寒くなってきたじゃないですか。でもなんか部屋帰って暖房つけるか、まあ、こたつつけるんですけど、僕その時になんかやっぱ外めっちゃ寒いなーって分かりながら部屋の中めっちゃ温まってる時めっちゃ幸せ感じるし、あとなんか冬朝起きた時になんか外ちょっと薄暗いけど街灯がオレンジで外白っぽい朝みたいな、あれめっちゃなんかエモくないですか。エモいっていうか、なんて言うんですか、なんかうわーすっげー趣深いなーって思って、なんかめっちゃ好きなんですよ。だから冬、大した理由じゃなかったな、ごめんなさいはい、ということで最後のキーワードは冬です。はい、そしてこの後深夜3時30分から30分間まだまだ夜な夜な3人でトークしていきます。聞いてくださいね。では時刻は間もなく12時です。はい、今回はそのようでが担当させていただきました。ありがとうございました。バイバーイ。世界に響かせて Ayy Left to the right 両手広げて内まで飛んでいき We don't give it up 諦め知らずの Rap Jump it up 見せるよ